皆さん、こんにちは、こんばんは。レクドリームのレクです。はい、今日も、ちょっとネックレスなんですけど、ごめんなさいね。なんか、ここ最近、結構ネックレス作ってる頻繁が多いのと、あと、色違いとかも作りたいので、今、色違いを作ったりしてます。で、普段使っているものは、こちらのね、モードなんですけど、今回使うものは、この、かくや工房さんの福袋に入っていたモードです。意外とね、こっちになくてこっちにあるものが結構あるので気に入りました。こっちなので今日はこちらの福袋の方を使っていこうと思います。それにこっちの福袋の方がちゃんとね、この足がついてるから、傾かないんですよ。あれね、真ん中、枠しかついてないので、足がついてないと結構ね。はい、それでは材料紹介いきますので、アングル変えます。はい、ま、福袋に入ってたものですね。モード。それと、マサルの涙。はい、それと、カーリーの、かくや工房さんのカーリーで、ルビー98番のルビー、そして、111番のオンキ。まあ、ブラックってことなんですけど、使っていきます。そして今回使う声は、プチプラさんのゲルネイルの、オーロラなんですけど、これを使っていきたいと思います。はい、それでは、まず、それでは、今日はね、6月の19日で、今日も暑い日が続いております。はい。まずこちらの、これをね、作っていこうと思います。これ足りるかなぁ。あ、ホワイト作った方がよかったね。ホワイト作んないと、ダメだからごめん、ホワイトが必要だ。ホワイトは、ちょっとホワイトが必要なので、ちょっとご用意します。ちょっと待ってくださいね。ホワイト。これもね、いただき物で、着色カップなんですけど、ほんと、ありがたいです。そうだ、はい。はい、後ろに、ホワイトを入れないと、色がくっきりと、綺麗に出ないんですよね。なので、ホワイトを作ります。よいしょ。あれこれ、破けてたことになっちゃった。まあ、2滴ぐらいですかね。入れていきますね。すいません、今回材料、宝石のスティックのホワイトも足します。あとまあ、今回こんな感じで材料紹介していきますね。ちょっとホワイトをクルート作ります。これとこれになる前に。ブラックと赤をする前にホワイトを作っていきます。やっぱり後ろのホワイトがないとくっきりと色が透け感が出ちゃうので、時間をなくしたいので、ここに入れていきます。ここですね。いや、ここのとこね、結構ね、絡むから、今週、
在宅訪問のお医者さんが来てくれたので、抗生物質を置いてってくれたんですよ。あ、入れ方が綺麗だな。ああ、まあいいや。ごめんなさい。なんで、抗生物質は飲むのはいいんだけど、お腹に来ないかってのが一番心配で、なので、その辺をね、ちょっと電話させていただいて、まあお腹に来ない、副作用でお腹が来ないかっていう、大丈夫でしょうかっていう問い合わせ、言葉がなかったんだ。問い合わせしたところですね。まあ、じゃあやめておきましょうかって言ったんですけど、やっぱね、喉がね、もうね、ずっとね、腫れっぱなしなんですよ。で、一部、それからどうかわかんないんですけど、空気が、息がしづらい。もちろん喘息っていうのもあるんですけど、喉の奥がね、喉金庫があって、こうやって、喉がね、腫れてると思うんですけど、この真ん中に、喉があれはあるんですけど、私の場合、こっち側が腫れちゃって、こうなっちゃってるんですよ。こうなっちゃってんの。だからね、半分、塞がれちゃってる状態なんですよね。だから、息苦しくて、その息苦しさはそれが原因かどうかはちょっと、わかんないんですけど、気づいたらそれが原因か、正直わかんないけど、なるべくこう、腫れが収まったらいいなぁとは思ってるんですけど、何分、抗生物質、以前ね、潰瘍性大腸になりたての頃に、膀胱炎の薬で、なっちゃったんですね。膀胱炎の薬が、それまでは、1日2回って感じで飲んでたのが、まとめて1回朝だけってなったんですね。そうなって、通常は、1日520、あれ、1日500、ミリグラムかな。それを朝と、その時は250か。その時は250だ。で、朝と夜と飲んでたんですよ。結果的に1日500ミリグラムですよね。って飲んでたんですけど、私がその潰瘍性大腸炎になる前に、ひどい、ちょっと膀胱炎だって、クラビットっていう、お薬が、すごく、膀胱炎に効くお薬なんですよ。その薬が、私も、その膀胱炎何度も経験してるんで、分かってたんですけど、ただ、お薬の飲み方が変わったっていうことで、そういうふうになったんですよね。で、変わったからって言って、朝、一回、500mg。一度に飲むってことですよね。で、それが、まずかったんでしょうね。もう、それで、下痢したり、下血したり、もう貧血は起こすし、最悪な事態になっちゃった。それからそういう、このクラビットっていうお薬は、飲めませんって言われて、もう一緒飲まないよって言われたから、すごい抗生物質に関して怖くて、何を飲んでいいのか、何だったら飲んじゃいけないのかっていう、そこがまだはっきりわかんなくて、
それで、まあ、なんだろうな。まあ、そこからね、ちょっと、大腸炎になっちゃったんですけど、まあ、その喉が、未だにもう、ちょっと、数回抗生物質って飲んでないので、すごい、腫れたまんまになっちゃって、それで今回お薬を、ちょっと、一回二回飲んだところで、先生に聞いたから、でも特に、問題、なかったので、ポンちゃんが起きてしまった。なので、まあ、じゃちょっと一応試し飲んでみましょうかってなって、で飲んでみて、お腹に来るようだったら、ストップするようにって。はい。そしたら、ちょっと話のご、途中でごめんなさいね。はい。ホワイトで硬化したので、ここから、ルビーを入れていきます。このね、モールドのいいとこは、ほんと、足があるので、傾かないから、すごいいいですね。ただ、モールド自体が、ちょっと薄いので、硬化した後が、ちょっと、ちょっとこう、反っちゃう可能性も、あるので、その辺はちょっと注意だね。黒なんですけど。ちょっと待ってね。ちょっと。ちょっとここを。ちょっとここはね。ダメかな。あとで削った方がいいか。はい、硬化します。まあ、でもね、ちょっと、横っ腹が痛いのは多分、もうもともと、私の、あれだと思うんですけどね。もともとの、その持ってる、ものなので、で、コップらは多分、もうこれはもうしょうがないことなんですけど、たまにね、こう、食べ過ぎたりとかすると、結構ね、横っ腹が痛いんですよ。で、こうやってお腹叩いたりとかね、横のお腹を叩いて、まあ、お通じ出してみたりとか。やっぱりね、どうしても運動できないから、お腹が動かないし、やっぱりね、新陳代謝が悪いっていうのかな。はい、ちょっと裏返しして、裏も硬化します。はい、硬化している間に、ポンちゃんは何やってんだ？
ハムスターって、ね、夜行性だって言ってさ、夜活動するんですけど、なんかね、うちのハムちゃん、まあ、ペットショップで、昼間動いてた、っていうのもあって、ポンちゃん、何か餌あるじゃない。食べないの？ポンちゃん、ちょっとね、餌がね、あれなんですよね。今ね、ポンちゃんが、入り口の、こういう扉があるんですけど、出てて、こっちこっちこっち。で、ちょっと、剃ると思うので、押します。よいしょ。まあ、ちょっとね、暑いので、ちょっと待ってましょうか。はい、ポンちゃんです。ちょっと待ってる間。ねえ。ポンちゃん、ポンちゃん、もうちょっと、もうちょっと。あれ？出た。なんかね、お豆腐が好きでね。お豆腐が。ポンちゃん。だんだんね、太ってきましたね。どこかじっちゃやーよ。ほら、こっちにあるじゃん。うん、はい。ポンちゃんでーす。ポンちゃんでーす。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。うん、はい。うん。はい、やなの。うん。やなの。うん。ポンちゃん、ポンちゃん。あんまそっち行っちゃやよ。あ、そう噛んじゃやよ。あ、ダメダメダメ。ダメダメ。これ食べて、これ食べて。お姉ちゃんの着色道具をかじってました、今。あ、そうそうそう、そうダメダメ。はい、じゃあもうポンちゃん、食べないなら、うち帰ろ。はい。ポンちゃんでした。うんね、かわいいよね。すいませんね、急にポンちゃんを連れてって。ちょっとね、やっぱり、まだね、まだ週間、ちょっと過ぎたあたりなので、ちょっとね、ホワイトするとこれ、ルビーになるんだね。ルビーなんだけど、何言ってんですか、私。ルビーはルビーなんだけど、これ、ちょっとね、なんか、ホワイトを広げると、
もうちょっと濃い色が良かったかな。薄いホワイト入れると、やっぱ薄くなっちゃうんですね。その分。だから、ルビーなんだけど、ピンクっぽくなっちゃった。まあね。ピンク。ちょっと、バリを取ります。バリ。バリ取ります。結構バリが多いですね。で、今日はこの辺でやめておきます。で、多分、今回は、前編、中編、後編になりそうな気配がします。なんか前編、中編、後編になりそうな気配がしますね。どんな感じになるのか全然わからないんですけど、すごい、この色濃い、薄いかな。もうちょっとも、持った方がいいかも。ちょっと待ってくださいね。あのね、ちょっとね、ちょっと、これはね、ジェルネイル用の削るやつなので、バンバン削れます。と、ちょっともう一回赤を足します。ふっ。これ、にしましょうかね。そこまでやろうと思います。ちょっと、長くなっちゃうかもしれないんですけど、お許しください。そこまでやっちゃいたい。そこまでやれば、なんとか、食い取るね。うん、で、ちょっとね、すごい。削りカスがすごいので、テープも買わないとダメだな。養生テープ。養生テープも買わないと、ちょっと足りな、なくなってきたから。もう必要なものが結構ね、多くて。大変です。ほんと。で。
そしたら、ごめんなさいね、もうちょっと、これを、付け足したいと思います。これまだ入ってるかな？このぐらい？もう一回？あ、ちょっとないですね。ここまでかな？で、さっきと同じように、見てきた日に足そうかな。はい。で、混ぜます。で、せっかく、なんでこれを、気泡を抜くために、塩分スヒーターで、します。はい。はい。で、ここの上に、ゆっくりと乗せていきます。こぼれない程度に。これは本当に、特に、このヤジネチは、ケーニングタイプなので、正直こぼれやすいです。高粘土だとあんまり、よっぽどのあれがないかり、こぼれないんですけど、こんな感じで、まあ、だいたい、だいたい乗っけたと思うので、このまま硬化します。まあ、今日はね、ちょっと、時間がかかっちゃうかなと思う。よいしょ。で、まあ、次回はね、ピラフかなんか作ろうかなと思ってます。ちょっと待って。ここがちょっと変。うん。ちょっと、今変だったので。あ、外れた、コードが。結構ね、このコード、外れやすいんだよね。なんでだろうな。いつの間にパカって、抜けちゃうの。
汚れがひどいですね。結構、汚れてます。で、ディメリットが。このライトがね。ちょっと硬化しつつお掃除します。で、あら、落ちないな。落ちない。まあ、ちょっと若干、落ちたかなって気がするけど、落ちないね。あんまり起きなかった。残念。まあ、今日は、もう4時5分になっちゃいましたね。こんな感じで、今日はね、ルビーをアピール、ルビーをも、なんて言うんだろう。あまり使ってないかな？ないかな？みたいな。なので、ちょっとルビーをしてみました。ただこれ一色っていうよりもちょっと、色をま、なんかね、上に黒をつけたいので、あんまり上もキラキラして、下も色混ざった色って、なんか、統一性がないのが気がするんですよね。統一性が。あ、ちょっとここが、まばらですね。ちょっとここがまばら。はい、まあでもいいや、これでいい。はい、ということで今日はね、これだけしか作ってないんですけど、すいません、なんか。あれ？あれ？ちょっとお待ちください。スマホの、あれ？スマホのあれどこ行った？ん？え？あ、ちょっとすごめんなさい。すいませんでした。ということで、まあ今日はここまでにしたいと思います。次回、まあ、後編で終わるかな。どうかな。っていうところになります。はい、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画まで。またねー。